朝日、沢橋寮を通過する混合列車。1972年、水没した朝日、沢橋寮2002年朝日、沢橋寮は、北海道夕張鹿島赤石町にあるトラスド、ガーダー橋。三菱石炭工業大夕張鉄道線の赤石町駅千年町駅間にある廃橋である。第1回北海道遺産に選定された、 空地の炭鉱関連施設と生活文化の一つである。三菱石炭工業大夕張鉄道線は、明治時代に大夕張炭鉱の石炭輸送のための専用鉄道として開業し、1929年に炭鉱の北部開発に伴い路線が延長された。その後、地方鉄道に改組したが、朝日、沢橋寮は、この延長時に加強されたものである。 製作は横川橋梁製作所が行い、後期を短縮するために鋼トレスする橋脚を持つトラスのガーダー形式を採用し、上限材の華奢なアイビームをトラスのパネルが補強している。延長時には南大夕張側から1から8号橋が仮設され、朝日、沢橋梁は国号鉄橋とも呼ばれたが、朝日沢より南大夕張方の赤石沢橋梁が当初、 暗挙として計画されたが、後に橋梁に変更されたため、赤しさは橋梁は八号鉄橋となっている。昭和三十年代の大夕張ダムや道路建設による埋め立てのため、1973年の廃線時まで残ったのはこの2本だけである。2012年9月21日森林鉄道の三原橋共闘とともに夕張シューパロダム湖周辺の橋梁群とその景観が、 夕張市文化財として指定された。二千十四年三月四日からのシューパロダムの試験淡水開始により水没したが、滑水期には姿を現す。二千二十年九月六日、東京寮のほか赤石町駅のホーム跡や地下通路、サイクリングロードに転用されていた線路時期など、道路線の旧施設、国道四百五十二号線旧道、建物の跡など、滑水期に出現する。 こういうばりの移行を見学する無料の散策イベントが初めて開かれた。朝日、沢橋寮のすぐ直上を国道452号が通っているが公共交通機関はない。緑橋より俯瞰できる。ありがとうございます。